お疲れ様です。パーソナリティのひりかです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。さて、今回のテーマは、日本が夢の石油産出マシンを開発、その仕組みとは、をお送りします。さて、今更ですが、プラスチックは石油からできており、その需要は年々増え続けています。物にあふれ便利になったこの世の中では、ゴミがあふれゴミ処理が追いつかないという悲惨な状態が世界各地で深刻な問題となっています。しかし、もし廃プラスチックを石油に戻す夢のようなマシーンがあったとしたら、そんな希望を叶えてくれるマシーンを開発した日本のベンチャー企業ブレスト社に、今世界中から注目が集まっているようです。夢の石油油化装置を開発したブレスト社の代表取締役伊藤明則氏によると、たった 1kW ほどの電力だけで、約 1kg のプラスチックを1リットルの石油に変換することができるといいます。また、変換された石油はガソリン、ディーゼル、灯油などの燃料や再度プラスチック製品の製造にも利用可能です。そして、驚くことに、通常廃プラスチックを約 1kg 燃焼する際、排出される CO2 は約 3kg なのに対して、この油化装置を使用すると二酸化炭素は排出されないというのです。クリーンな地球を守る救世主とも呼べるこのブラスト社に、今世界各国から絶賛の声が上がっています。海外の反応、これは素晴らしい。最近 CNN や PBS などで産業廃棄物問題について討論されていたのを見たけど、このような機会はこういった問題を次のレベルへ押し上げてくれるよね。一般に使用され始めるのはいつになるのかな。どこでこのマシーンが手に入るの？プラスチックゴミはできるだけ出さないようにしているけど、これがあればかなり助かるな。アメリカに住んでいるんだけど、この技術がアメリカのどこでも使えるようになったら嬉しい。使用を規制するような欲深い奴らに管理なんかされないでほしい。プラスチックゴミが貴重な資源になるなんて、地球環境には最高だ。アメリカで販売されれば面白い。本当に素晴らしい発明だ。これはすごいですね。もっとこの装置と価格について知りたいわ。私の住んでいるチュニジアとケルケナ諸島を助けたいのです。チュニジアの人たちはあまり環境保全については詳しくないのです。ですから、もっと環境保全の技術が必要なんです。もっときれいな環境を守るために、私たちの国を助けたいのです。本当に素晴らしい発明。あなた方は私たちの希望です。地球の環境問題の解決策でしょう。本当にありがとう。わお、驚いたわ。素晴らしい発明ね。これでこの地球をもっとよく緑豊かなものにできるはずだわ。私の娘やそのまた娘たちが育つこの地球が、もっと安全で健全なものになるためのアイディアに、私は大賛成です。この技術が工場だけでなく商業用にも早く使われるようになるといいわね。もしこの油化装置を購入できるなら、今夜にでも我が家に設置したいわ。自分でガソリンだって作れちゃうんだものね。プラスチック製品を買えば一挙両得ってことでしょ。素敵だわ。これはすごく素敵。プラスチックの袋がオイルになって、それがガソリンとして使えるなんてアイデアは思いつかなかったわ。これは驚きね。そしたら、こんなに石油を掘り起こさなくてもいいし、ゴミを大地に埋め立てることもしなくていいものね。どの家庭でもこの機会を持てたら、ゴミをかなり減らせるわね。本当に素晴らしい発明だね。金や欲や他人批判が渦巻く世の中で、地球をもっと良くしようと頑張っている人たちがまだいるのは嬉しいことだ。その経過を見るのもワクワクするよ。さて、知っての通り、日本は産油国ではありません。しかし、今年7月、茨城県に海底油田が眠っている可能性があることが分かり、メディアでも報道されました。茨城県北茨城市の伊豆良海岸に分布する大規模な岩礁が、かつ
って周辺の海底に存在した油ガス田から湧出した天然ガスに由来する可能性が高いことを茨城大学と北海道大学の研究チームが突き止めました。チームは幻のいずら巨大油ガス田の発見と位置づけ、茨城沖に石油や天然ガスが埋蔵されているポテンシャルが一気に高まったと有望し、いずら海岸は明治期の美術思想家の岡倉天心がついの住処としたことで知られています。主に炭酸カルシウムがセメント状に固まった炭酸塩コンクリーションと呼ばれる岩礁が独特の力強い景観を生んでいます。茨城大学大学院理工学研究科の安藤久夫教授と北海道大学大学院理学研究員の鈴木紀之名誉教授らの研究チームは、採取した岩礁に残留する微量のガスの成分を測定するとともに、岩礁やガスに含まれる炭素などの同位体組成も分析しました。その結果、炭酸カルシウムを構成する炭素のほとんどがメタンなどの天然ガスに由来することや、メタンから生成した重炭酸イオンが海水中のカルシウムイオンと結びついて炭酸カルシウムを形成したことを確認、原油が存在していた可能性が高いことも分かったといいます。イズラに現存する岩礁中の炭酸カルシウムは600万立方メートル以上で、73億立方メートル以上のメタンに対応する量です。これ以外にも炭酸カルシウムを形成せずに流出したメタンが大量にあり、風化や侵食で消滅した岩礁も多いと見られます。こうしたメベル分を考慮すると、実際には採掘可能な埋蔵量は950億立方メートル以上と定義されている巨大ガス田に匹敵する油ガス田が存在していたと推定されるといいます。国内で確認済みの採掘可能な埋蔵量は原油が約545万立方メートル、天然ガスが約282億立方メートル、イズラの岩礁は約1650万年前の中新世の地層ココズラ層に含まれます。研究チームはこの前後の時期、約2000万年前から1500万年前に日本列島がユーラシア大陸から分離し、激しい地殻変動によって海底深部の油ガス田に亀裂が生じた結果、天然ガスの流出が数万年以上にわたって断続的に起きたと考えられると分析。国は2019年度から石油天然ガス金属鉱物資源機構の探査船探査で日本近海の地下資源探査を進めており、茨城沖も対象になる可能性があります。安藤教授は、天心が選んだイズラの壮大な風景が地質学的な稀な現象によってできたことは興味深い、国の資源探査にも大いに期待したいと話していました。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、物にあふれた現代社会では常にゴミ問題がついて回ります。でも私たちの周りにあるプラスチックゴミも、この装置が一般導入されるようになれば宝の山に見えてきますね。世界にはゴミ問題のためにあと10年持つかどうかと言われている国や、あの美しいナポリ湾の風景で有名なナポリもゴミがストリートにあふれ、ナポリを見てから行けという制服はもはや過去のものになりつつあります。そんな中、ハイプラスチックの小型床装置を開発し世界で頑張っている日本のブレスト社の、その何にも屈しない精神と努力は称賛されるべきものだと思います。また茨城の幻の油田も楽しみですね。ただ技術的には採掘可能であっても、継続的に採算を見込めるかどうかは別の問題なので、こちらは過度な期待はしない方が良さそうです。その部分がある程度明確になるまでは、中国やロシアに対しいつでも自給できるぞというポーズを見せておきながら、買えるうちは買っておけばいいでしょう。あくまでも切り札は温存しながら粛々と研究を進める、そのバランスが重要かなと思います。よろしければ皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。